今月の24日、いよいよドラフト会議なんですけど、今の心境はどうでしょうか。そうですね、本当に、まあ、今、あと待つだけなんで、まあ、楽しみっていう気持ちのがありますね。どこの球団行きたいとかいうのはありますか。いや、本当12球団どこでも OK なんで、まあ、指名されたところに、本当そこで自分の力を発揮できたらなと思います。活躍を期待してますんで、筋肉の底力を見せてください。はい、東海大甲府高校渡辺亮君でした。頑張ってください。ありがとうございます。